カビ・ベンタは、スペイン・オビエド出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。20代半ばまでスペインのカブリーグを転々とした、遅咲きの選手である。レアル・オビエドのユースチームを出て、テルセーラ・ディビシオンやセグンダ・ディビシオン B のクラブを、渡り歩いた。2001から02シーズンは CD、テネリフェに移籍し、25歳にしてプリメーラ・ディビシオンデビューを果たした。 クラブは、セグンダディビジオンに降格したが、自身は、好プレーを見せ、2002年夏に前年7位の、ビジャレアル c f に移籍した。2005から06シーズンは25試合出場、2006から07シーズンは20試合出場、2007から08シーズンは25試合出場1アシストと、不動のレギュラーではなかったが、右サイドバックとして、年間20から30試合に出場した。 ビジャレアルに入団した2002から03シーズンから5シーズンはリーグでの得点がなかったが2007から08シーズン第37節 RCDS パニオール戦でビジャレアル6期目にして初ゴールを決めた2008から09シーズンはアンヘル・ロペストの併用ながら22試合に出場して2アシストを決めた2009から10シーズン序盤は出場機会を得ていたが 2010年1月に、フアンカルロスガリード新監督が就任すると、アンヘル・ロペスにポジションを奪われ、18試合の出場に、とどまった。シーズン終了後、契約満了により、ビジャレ・アル CF を退団した。現在までに、スペイン代表経験はない。2006年には、ドイツワールドカップの候補27名に残ったが、最終メンバーからは外れた。ありがとうございます。